はい、どうも、おじゃです、コンタックス 137MD ですね。 137MD と、テッサ 45mmF2.8 のセットですが、こちら全部記念モデルになるそうです。こちらボディは50年、ストロボも50年、テッサーは100年の記念モデルになりますね。まあ、特にレンズ台だと思いますけども、こちら珍しいモデルになります。パンケーキですね。まあ、多少ほこりはあると思いますが、まあ、まずまずの状態だと思います。ヘリコイドもスムーズです。絞りも特に問題ないようです。ボディは多少使用感はあります。ちょっとツルツルした感じはありますけども、まあ、まずまず革がオリジナルでないのか張り替えなのかちょっと分かりませんけども、ちょっと赤っぽい革、リザードみたいな革が貼ってあります。綺麗に貼ってありますね。上手だと思います。ストロボも液漏れなどなく綺麗な状態です。一応光ってましたが、まあ、この辺は現状渡しということになります。シャッターですね。これバッテリーチェック。ファインダー多少ゴミは見えますが、綺麗な方だと思います。メーターも動いてます。シャッターも快調に動いてますね。膜も綺麗な方です。モルトも大丈夫なようです。大丈夫ですね。蓋はパカーンと開きませんが、問題ないと思います。ストロボも綺麗な状態です。ボディもトップカバーなど当たりなく特に問題ないと思います。まずまずですね。悪くないです。一応モルトも変えてあるような状態です。まあ、ほとんどレンズ台のお値段になると思います。